ちは。リポーターの坂田由里子です。兵庫県では平成27年4月1日より自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行されました。なぜ兵庫県でこのような条例ができたのでしょうか。兵庫県内の怪我のある交通事故の件数は年々減少傾向にあります。しかし歩行者と自転車の事故についてはここ10年で約2倍の発生件数と大幅に増加しています。自転車も道路交通法上は車と同じ車両です。自転車事故によって相手方が死亡することもあります。また最近では自転車側へ高額の賠償を求められるケースもあります。こういった背景から自転車の安全利用について県民運動として取り組んでいく自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました。この条例では自転車の安全利用について県民、事業者、交通安全団体、行政が共同して取り組むためそれぞれの役割を規定しています。また県では安全教育を行う指導者用として3種類の自転車ハンドブックを作成しました。これらも活用して安全教育の充実に努めていきます。自転車を利用する上でルールを守ることは必要不可欠です。例えば次のような運転は道路交通法によって禁止されています。自転車は他の車両と同じように左側を通行します。右側を通行してはいけません。自転車は原則車道を通行します。ただし普通自転車歩道通行課標識があれば歩道を通行することができます。歩道を走る際は車道寄りを走行しましょう。あ、どうぞ。歩道は歩行者が優先です。このような運転は間違った運転です。皆さんは信号を守っていますか？車が来ていないからといって信号無視をしていませんか？一時停止についてはどうでしょう？あ、危ない！自転車も止まれでは必ず一時停止をしなければなりません。停止線で止まり左右の安全を確認しましょう。また最近目立ってきているのがながらスマホ。周りから見てもスマホしか見ていない自転車は非常に危険です。運転中はもちろん歩いている時も危険なのでやめましょう。平成26年中に事故に遭って負傷した自転車利用者のうち9割の人が何らかの違反がありました。ルールを守るということは事故を防ぐ大前提なんですね。条例で定められた新たな規定です。運転をする前にブレーキやタイヤの確認をしましょう。車輪側面への反射機材の装着です。自転車利用者に対する自転車保険の加入が義務化されました。県内で自転車を利用される方はすべて保険などに加入していただくことになります。これは事業者の皆様も同じです。すでに加入されている方もいますので一度ご自分の保険などをご確認ください。ご覧のように対象となる保険などはこれらの共済や保険になります。これらの保険などに加入していない方は自分に合った保険などを選択して加入しましょう。自転車は手軽な乗り物です。事故のない安全な地域社会の実現を目指し、ルールを守って
思いやりのある運転を心がけましょう。